そして本日はなんとこの前夜祭スペシャルイベントということで、山さんに主題歌変更ムービーエディションを披露していただくわけでございます。じゃあ山さん、ご準備お願いできますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたしお願いしまます。す。じゃあ斉藤工監督はあちらで一緒に聞いてみたいと思います。山さんで映画スイートマイホームの主題歌変更ムービーエディションでございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ斉藤工監督、どうぞどうぞどうぞ。はい、すみません、失礼いたします。もう本当素晴らしかったですね。贅沢な時間でした。はい、緊張しました。いやたまらないですね。はい、まあ、でもなんか映画館でまたね、この曲を聴くとちょっと響き渡るものがあったんですけど、山さんは映画館で歌われてみていかがでしたか？映画館で歌うのが初めてだったので緊張はしましたが、でもなんかその作品のこと、作品のその情景をがポツポツとさっき歌ってる時に思い浮かんできて、自然とこう感情移入できて歌いました。斉藤工監督はい。は改めてこう山さんとお仕事されて、こうやってね歌はわい。れてたのを聞いていて、どういうふうな思いが出てきましたか？山さんが今おっしゃってくださったように、この歌詞の意味っていうものは、多分これから見てくださった方の中にまた今受け取っていただいた変更とはまた違う何かなのか、誰かなのか、そういったものが媒介として、加わって受け止めることになるんじゃないかなと、すごく複雑なこと言ってますけど、でも本当に僕もこの楽曲を、何回かこうラリーをさせていただいた中で、本当に早々にここにたどり着いてくださって、ここは僕の中でも、あ、これが完璧です、これが完全なものです、この作品の主題歌としてっていうところにすごく早々にたどり着いてくださったんですよね。で、その時にやっぱりその歌詞の意味、言葉、そして山さんがそこに乗せてくださった思いっていうものが、この映画をある意味こう癒してくれている、すなわち終わらせてくれるというか、そういう、さっきも言いましたけど、こんな必然あるんだという、ちょっと奇跡のような体験をさせてもらったので、それをこの劇場でまた受け取らせていただいて、もう年々もう涙もろくなって、もう結構もう涙腺が、はい、危険でした。はい、あと最近四十肩で、はい、なんか、はい、老いだけじゃないと思うんですけど、もう本当になんか、はい、心がギュンギュンしました。ありがとうございます。
でも見た後この、ね、曲を聴くとまた泣けますよね。そうなんです、はい、あれって何のことだろうとか、鬼とは何なのかとか、はい、また改めて、本編見てくださった上でこのエンディングをこの会場でこの劇場で受け取って、ね、帰り道までが僕は映画だと思うんで、山さんの変更とともに持ち帰っていただけたらなと思いますね、はい、ありがとうございます。ではなんか今ちょっと最後の言葉っぽくなりましたけど、改めてちょっと今日ご来場の皆さんにですね、斉藤工監督からいよいよ明日公開でもございますのでメッセージをお願いできればと思います。はい、そうですね、まあ、前日に見ていただくということは皆様もこの作品の責任ある一部だと考えております。なので、まあ、もちろん これから見てくださったものに、それぞれの、なんか心がどう動くか次第だと思います。ですがもし何か心に思うものがあったりしたらばですね、ぜひこの作品を、応援支援していただけたらと思います。映画の、ね、作品も本当に多くて、それは全然悪いことではないと思うんですけど、すごくサイクルが早く感じます。でこの作品は、まあ、他の作品もですけど賞味期限のない作品が生まれたと胸を張って思っておりますので、ぜひですねこの楽曲、この作品と山さんの楽曲とともに持ち帰って、で咀嚼できなくても何かこの作品に感じたものをぜひ周りの方だったり SNS だったりに言葉として添えていただけたら、はい、皆様もこの作品の一部という役割を果たしたことになりますので、ぜひ、これからこの館でこの映画を体感してください。はい、どうもありがとうございます。窓に映る影は笑っている夢にまで見てた夢もう返せない冷めても冷めてもまだ夢監督それは何でございましょうか。あ、手を震わす、これでも説明しないと分かんないですよね。手を震わせているということでございます。はい、はい、手を振っていただいております。滑らかに振っていただいて大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね。はい、どうもありがとうございました。以上をもちまして舞台挨拶は終了いたします。山さん、そして斉藤工監督でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。斉藤工監督ありがとうございました。